こんにちは、ラケチャンネルです。今回はですね、タミヤの12分の1ティレル P34、シクスホイラーの制作の続きやっていこうと思います。はい、で前回の動画ではエンジンの組み立てをやったんですけども、エンジンをやりながら、同時進行でちょっとやっていかないといけないものがあるので、そちらの方を今回はやっていこうと思います。っていうのは、ボディカウルですね、昔の F1 マシンなのでモノコックの上にカウルがかぶさってるんですね。でそのカウルにロールバーがついて、そのロールバーにエンジンをマウントっていう形になるんで、そのカウルを作ってしまわないとエンジンとモノコックが合体できないんですよ。なので、今回は、まあ、ちょっとまだミッションがね組めてない状態なんですけども、同時進行で、エンジン、ボディカウルの方の、下処理と塗装ですねをやっていこうと思いますので、よろしければ最後までご覧ください。ちなみに、このキットは初版が、1977年なんですよね。1977年に、設計されたキットなので、ボディカウルは割と愛が悪いです。悪いというと語弊があるな。まあ77年のキットにしてはいいんですけど、まあ今の基準で見るとやっぱりちょっと合わない部分っていうのがあるので、その辺のね修正っていうのもやりつつ、下処理やっていきますので、よろしければ最後までご覧ください。というわけでやっていきましょう。はい、そしたらカウル類をね、やっていくんですけど、何人かからねコメントで教えてもらってたんですけど、このカウル類が全然合わないっていうのを聞いてて、実際こうねこのモノコックにこの上のこのパーツパネルをつけて、で上にこのカウルですねを取り付けると、ここにこんだけ隙間が空くんですよ。ここね、こんだけ隙間が空いちゃうんで、これはちゃんと確認しながらつけないと、後でさつけようと思ったらつかないってことになるんで、この時点でこの隙間を修正した上で合わせ目消しをしていきます。これどっちにしろもともとこの実際には合わせ目ないので、この合わせ目はね消さないといけないっていう形になるんで、まずねこの隙間を埋めてあげる。でこの隙間をパテで埋めるのは結構大変なので、ここはねとりあえず一旦、このプラ板をここに挟み込んで接着してあげます。よいしょ。下のパネルとくっつかないようにね気をつけながら接着。よいしょ。ここでプラ板を挟み込んであげて、で、こういうね形で水広がりな形で、広がっていってるんで、下の方はねもう一枚プラ板を差し込んであげるんだけど、こんなに長くなくてよかったな。でこれで微妙にまだ空く隙間っていうのは後でパテとか瞬着パテとかでね埋めてあげればいいので、あ、ちょっと待って、これだと太すぎるな。今ねこれ挟んだのはこれ 0.3mm のプラ板、 0.3mm のプラ板なんですけど、 0.3mm だけだと埋めきれないので、もう一枚挟み込む。ああもう、
このもたついてる理由は手がかじかんでるからです。今自転車で出勤してきたとこなんで、ちょっとね手がねまだかじかんでるんですよ。いつも自転車通勤なんでね。あ、隙間に入ってない。あれ、隙間に入ってないよ。何してんの。こんな形でプラ板をね間に挟んで接着してあげる。でこの接着が固まったら、次ねこの周りを瞬着パテを持って修正していくって形でやるんで、とりあえず一旦これで接着剤乾かしてあげましょう。はい、そしたらある程度固まったので、裏側からね瞬着を流し込んであげて、まあ、補強とね補強と接着をしてあげます。まあ、ここねしっかりつけとかないと後々研ぎ出しとかね、塗装したりとか研ぎ出ししたりとかするときに割れてきちゃったりとかってしやすいので、しっかりね接着してあげる。でこっちの表側の方は、このはみ出してる部分を全部カットしてあげて形を整えていきます。よいしょ。あーやばい、えぐってもったえぐってしまった。この表側をね瞬着をつけて固めてあげる。これは無理だで、まあこうしてあげたら、この上をねヤスリをかけて全部鳴らしていきます。はい、で続いてこのフロントノーズなんですけど、フロントノーズの方はねこうやってカメラ越しで見ても分かるぐらいね表面がうねってるんですよ。なんでこれをねちょっと綺麗にしていくんですが、まあこれねでも実写の方もねまあこんな感じなんですよ。実写の方もそんな綺麗かと言われると綺麗ではないんですよ。なんでねまあある程度鳴らすっていう感じ。あまりにもひどいとねちょっと模型映え的にあれなんで、こうやってペーパー当ててあげるとこうね当たるとこ当たらんとこっていうのがこうやって出てくるんで、これが均等に当たるようになるまで、まあこんな鉄ヤスリまではいらないかな、もう普通にこの厚手の紙ヤスで
こう力をかけずにこう表面を撫でていくっていう感じでやっていってあげたら、ある程度表面整うんで、まあそれぐらいでいいのかなとも思います。実写もね、写真見るとね、表面波打ちまくってるんですよ。まあこの当時のね技術なんで。まあ、それをどこまで追求するかは、まあ作る人次第って感じですかね。だからこれもね、テープ当てていって、こう全部の面に均等にね、ペーパーが当たるようになるまで削っていきます。はい、そしたら、サフを拭いてきたので、この上からブルーを拭いていこうと思います。で、使うブルーはね、これ P34 ブルーっていう、バルケッタから出てる P34 の専用色になります。で、これ瓶の状態で見るとちょっと色違うかなと思ったんですけど、塗ってみるとね意外といい感じなんで、もうこれを使ってそのまま塗っていこうと思います。はい、というわけで塗っていきましょう。はい、まあこんな感じでね、全体がウェットな感じになるように、なんかちょっとここ粉っぽくなってるけど、まあ多分溶けて綺麗になるでしょう。はい、こんな感じで全体を均等に塗装していきます。はい、まずはねブルーが乾いたので、この上から、保護用のクリアを拭いておこうと思います。軽くね、軽くクリアを拭いていこうと思います。まあ、デカールの定着を良くするっていうのと、あとまあデカール貼るときに軟化剤とか使ったときに、表面がやられないように、塗装の表面がやられないようにっていうためにクリアを軽く置いておきます。まあ、こんな感じでね、軽く一周拭いてあげたら、これで乾かしていきます。はい、というわけでボディクリア乾燥したらこんな感じになりました。はい、一応ちょっとカウルね、モノコックに合わせてみました。こんな感じ。これでね、エンジンとリアサスペンションはついてないけど、だいたいティレル P34 の、形になったっていう感じですね。こんな感じ。はい、まあ、色もね、全部のパーツしっかり色をきっちり合ってくれたんで、一安心って感じなので、あとはこっから、この表面にデカールを貼って、でクリアを拭いていくっていう感じになるので、今回はとりあえずここまでにしておいて、次回の動画で、デカール貼りと、もうデカールね、そんな枚数ないんですよ、この車。そんなに枚数ないんで、デカールを貼って、クリアを拭くっていうところまで次回の動画でやろうと思います。でそれと並行して、まあ、エンジンの後ろ、ミッションとかリアサスペンションの組み立ても並行して進めてっていう形でやっていこうと思います。なんせ
なんせね、まあこれちょっと外すと、ちょっとしっかり噛んでしまった。よいしょ。なんせこのモノコックの上に乗ってるこのパネル、モノコックに乗ってるこのパネルを仕上げてしまわないと、この後ろにロールバーがついて、これね、ここにロールバーがついて、でそのロールバーにエンジンをマウントするっていう形になるんですよ。なのでこれを仕上げてしまわないことには、エンジンとモノコックが合体できないっていう形になるのでね、作業の方、同時進行で進めていくっていう感じでやっていこうと思ってます。はい。なので、まあ、次の動画ではどっちがちょっと先上がるかわかんないですけどね、ミッションが先上がるか、こっちのデカールとクリアが先上がるかはちょっと作業の進み具合っていうのもあるのでわかんないですけども、次の動画はそんな感じで今後進めていこうと思ってますので、また続きが見たいと思っていただける方はですね、下のチャンネル登録ボタンからチャンネル登録よろしくお願いいたします。というわけで本日もご視聴いただきましてありがとうございました。